それでは口笛で、ここ吹きますので、一緒にしてる方はしてください。これ口笛で、私の口笛で。うるさい。じゃあこの曲は何でしょう。これ簡単でだと思います。ベイベー宮本さん、蝶々ということで正解で。タイトルタイトル。それでは次、次の曲、ちょっと、難しいかもしれません。知ってる方は知ってるでしょう。じゃあまだ投票しないでくださいね。まず一通り吹いてみますので、いきますよ。もういい、まだ投票しないで、最後まで吹くと言ったでしょ。もうもうちょい行きます。こちら消して今、うん、よしよし。うん、はい、結局続く。止まっちゃう時があったんだけど、ちょっと止まらないで次。うん、ごめん。それではまず曲を演奏いたしましょう。シェコトと同じ曲で。で、セクドの宮、サラハラさん。こちらのマイクでお答えください。ヤマハ音楽家の、ケブパピ曲。ペーちょっとね、題名違うんですよ。ちょっと似てるんですけどね。でもね、でもね、違うんですよ。はい、違う。なので、もう一度お流しいたしますね。すいませんけど。じゃあ、行きましょう。違う、さっきと違う方。サラダさん。こちらのマイクでどうぞ。ヤマハ音楽教室。ちょっとね、関係はしてるんです。違うんですよね。どうし、じゃあもう一度流しましょう。ディル、星野さん。どうぞ。多分ね、私が思うのは、こちらのマイクで、そうそう。うん。こちらの、食べたい。こちらのマイクだと。多分ね、はい。私が思うのは、はい。まず行ってみてください。確かね、早く行っていただきます。山の音楽教室とかなんか、枝目で、なんかとか、いろいろ、こちらの方だ、アイス食べるでしょうし、こちらの方、不正解。正解は山の音楽家でした。これ簡単ね。ディーン、もう、ダメです。ディーン、先ほど投票した方。乗車。もちろん正解です。次で。ね、これ投票来るでしょうか。来ませんね。正解は GR 電車と駅でした。